皆さんこんにちは、クララボンクさんでございます。今日のテーマなんですけども、口がねバテてしょうがないですっていう、どうしたらいいですかという、ね、コメントご質問がたくさん来るんですよ。口がバテる問題なんですけども、こういうことをね考えてちょっと意識してみたらいいんじゃないかなということがね一つあるので、それをねご紹介していこうと思います。ではでは早速いってみましょう。大前提としまして、断るごとに言っていきたいと思うんですけども、このね仕掛け、はい、これこちら仕掛けって何ぞやっていう方にはちょっともう一回説明するんですけど、マウスピース、リード、リガチャーのこの3つの組み合わせのことを仕掛けと言います。まあパッチが入ったりとか、まあ、バレルまで入れちゃったりまで、まあ入れるかな入れないかなっていうところなんですけど、まあ主にマウスピース、リード、リガチャー、この3つが仕掛けと呼ばれます。クライアントのセッティング仕掛けってやつですね。この口がバテる問題を考える前にですね、この仕掛けが適切かどうかっていうのはもう本当にものすごくちゃんと考えていかないといけない問題でございます。具体的に言いますと、マウスピースがね、学校のなんかよくわからない謎のマウスピースとか、リガチャもなんかよくわかんないサビサビのグニャグニャのやつとか、リード半年前のやつとかはね、どう頑張っても口がバテる問題は解決しないと僕は個人的に思っております。よくね、本当に上手い人は何を使ってもね上手いんだと、工房筆を選ばずみたいなことってね、日本人の感性の中に結構あると思うんですけど、ぶっちゃけクライネットね、この筆選ばないと上手くなれないし、口がバテる問題解決しないと思います。マウスピースね、学校の付属品っていうのは 4C とかビュッフェクランポーの付属品のやつとか、まあそのいわゆる初心者向け、あんまりこう開発に力をかけてないマウスピースがそのまま使われてるケースが多いですね。または一応こうメーカーはバンドレンとか有名なメーカーのやつであっても、すごく古い、もう10年選手20年選手みたいなマウスピースがあったりするんですね。この最初に言った初心者向けのマウスピースとか、その付属品のマウスピースっていうのは、まあ要するに音が出りゃまあええかみたいな感じで作られてることが多いんですよ。まあ、決してね、もう本当にダメダメでござるっていうわけではないとは思うんですけど、まあプロで使ってる人は一人も見たことがないです。一人も。まあビュッフェクランポンのやつはねたまにいるかなって感じなんですけど、ヤマハのマウスピースを今現役で使ってるっていう人はほとんど聞いたことがないですね、はい、なんでできればね、マウスピースまずその口がバテる問題を解決するときにはですね、自分のを持ちましょう。とりあえず中高生の方とか、まあ大人の方でもおすすめなのは抵抗感が少なめのものでございます。例えば 5RV ライヤーとか、B40 ライヤーのちょっと軽めのものとかもいいですね。あと BDK、 ちょっとこれ難しいんですけど、 BD4 とか5あたりもそこまでこう重すぎる抵抗感じゃないことが多いですね。あとはまあ僕はあんまり得意じゃないんですけど、 M30 とか M30 ライヤーとか M15、 そっち系のマウスピースとかもちょっと検討してみてくださいませ。まあ、とにかくね、何が言いたいかというと、健康なマウスピースを使う、そのもうボロボロ付属品などなど、このね、いい音がしづらいマウスピースを使わないでおく、できれば自分のを持っておくっていうのが大事でございます。リガチャは正直グニャグニャじゃなければ何でもいいっちゃいいです。おすすめはまあそうだな、こういう形をしている逆締めって呼ばれるんですけど、こういう形をしている、これ HB っていうところのリガチャ、まあこれアイコンリガチャってやつなんですけど、これは1万円ちょっとくらい、もうちょっと安いのだとクランポンのリガチャとかボナードあたりだと1万円しないくらいで買えます。でリードですね、なるべく1ヶ月以内くらいに開けたものを使いましょう。もうボロボロ欠けてるとかギザギザとかそういうのはね使わないようにしましょう。口がバテるときは少し軽めのものを選んでみるっていうのがおすすめでございます。3半だったら3にしてみるとか、マウスピースも抵抗をちょっと軽いものを選んでみる。で同じね型番の中でも軽い重いっていうのが存在、個体差として存在してくるので、楽器屋さんとかに行って試奏をするとか、いつも3半のリードを買ってるのを3にしてみると口のバテがね解消されるなんていうケースもあります。まずここを大前提として押さえた上で次行きましょうね。クラリネットを吹く上で口がバテるっていうのはおそらくね避けれない問題なんですよ。
だってもう筋肉を使ってこう同じ形をキープして圧力を加え続けてるわけだから、多かれ少なかれバテてくるんですけど、にしてもバテすぎているだとなった時に何を考えるかというと、僕の考えなんですけど、あくまで草間的な考えなんですけど、口がねバテやすい人っていうのは口だけでマウスピースへの圧力を作っている人が多いと思うんですね。これです、今日のトピック。これ口のこういわゆる噛む力、んってする力だけでマウスピースへの圧力を作っている、リードをマウスピース側に近づけて吹いている人が多いと思うんですよね。何か物を掴むときにこうやって挟む、ピンチする力でこの状態でキープするとものすごい、ここもうここ疲れません？なんか重たいもの、ペットボトルでも何でも今持ってみるといいんですけど、こうやってつまんで持ってるってすごい大変なんですよ、人間。じゃあどうすればいいか、これクララボでも何回か言ってるんですけど、この右手のね親指でちゃんと下から支えてあげるぞっていう意識を持つことで、僕はね口のバテっていうのはある程度解消できるのかなと思います。具体的に言いますと、このねフォームを作った時に加えに行っちゃう人って、こう自分が迎えに行くんですよ、楽器を。こうじゃなくて、むしろ楽器が入ってきてくれる、要するに親指でこうやって押し上げて楽器がこう姿勢を変えずに入ってきてくれるような意識を持つとね、親指で支えるっていうフォームがね作りやすいかなと思います。で入ってきてくれる意識をもこうつけて、で前歯からね、なんか楽器って大切なものだから前歯すごいガチッと当てるの抵抗ある人が多いと思うんですけど、前歯しっかり当てましょう。前歯カチンと当てて、で右手の親指と前歯だけでまず支えれるようなフォームを作る。これでグラグラしないように気をつけながら、これでグラグラしないようにしたところに、補助的に口でんっていうちょっと噛む力を加えてあげる。と口でねつまむ力だけじゃなくて、この下から支えてあげる力によって圧力をね作ることができるので、これでねちょっとこの考え方でバテるっていうのをね解決しにいけるんじゃないのかなと思います。練習方法なんですけども、まず今言ったことを意識しながらフォームを作りましょう。ほい、自分でこうやって迎えに行かずに、あるところに楽器が入ってきてくれる。そしたら丁寧に音を出してみましょう。この時に口でつまむ力だけじゃなくて、この親指の力を使って圧力を作ってるぞという意識ですね。確認できて、なんとなくいい感じだな、なんかちょっとバランス取れたなと思うと、この後にゆっくりスケール吹きましょう。しつつもこの親指と前歯の関係が崩れないように、で、口でつまむ力だけじゃないところに力がかかってる、この前歯のところに圧力がかかってるのを確認しながら、フォームが崩れないようにゆっくりとスケールを練習してみる。これがね、まあ双方安定させるのちょっとおすすめかなと思います。10分から15分くらいね、1日の練習の中取り入れてみると感覚をつかみやすくなってくるかなと思います。感覚っていうところが大きいし、どういう風にアンブシュアのバランスをとってるかっていうのはね、人によるので、できればね、レッスンとか通われてる方とかは、ちょっと先生とかにね、確認してみるとか、こう私疲れちゃうんで、こういう風に草野言ってたから、試してみてるんですけど、どうですかみたいな感じで、ちょっと聞いてもらって、音を聞いてもらいながら調整していくっていうのがね、一番わかりやすいかなと思います。
はい、ということで、口がバテる問題をちょっと考えていきました。2つありましたね、仕掛けのお話と双方上の、ね、お話でございました。一応ねこれちょっと僕の考えだし難しい部分とか理解しづらい部分ってあると思うので、もしね気になる方はねあのレッスンの連絡とかいただければ、ご対応いたしますので、ちょっとこの辺聞きたかったなっていうことがあれば、DM またメールなどなどいただければなと思います。チャンネル登録高評価そしてコメントなどなどもよろしくお願いいたします。ではまた次回のクラルモン動画でお会いしましょう。バイバイ。